私はさき、息子のカイがもうすぐ1歳になり、育休も終わる。保育園も決まっているし、夫の掃除と家事や育児の分担も相談済み。育休から復帰後はいろいろあるだろうけど、頑張ろう。そんな時だった。え、同居？うん。母さんが、さきが仕事に復帰するなら、育児や家事の手伝いをしましょうかって。お母さんが？保育園に入ると体調崩して休みがちになるっていうし、急な呼び出しもあるだろう？そういう時に同居だと助かるんじゃない？それは確かにそうだけど、父さんも定年でずっと家にいるし、サポートは多い方がいいんじゃないかな。でも、どこに住むの？俺の実家は、母さんが同居するなら一部リフォームするって言ってくれたよ。リフォーム？悪い条件じゃないだろ？でも、やっぱり不安だな。何が？そりゃ、お母さんはカイを可愛がってくれるけど、一緒に住むとなると、しつけのことも考えるし、それに、掃除が一気に家事をやらなくなりそうで。俺が？だって、よく聞くじゃない。夫の親と一緒に住むと、夫が息子モードになって頼りなくなるって。いやいや、俺はもともとずっと一人暮らしだったし、その辺は大丈夫だって。本当？うん、大丈夫。他にも心配事があるなら、俺だけでなく母さんたちにさきの考えを伝えるといいよ。そうだね。一緒に住んでから揉めるのは嫌だもの。そういうってことは同居には前向きってことでいいのかな。まだ悩んではいるけど、心配事が解消されるなら、私も助かるし、カイのためにもいいのかなって。私は義両親と夫に同居することになったら守ってほしいルールを書いて渡した。言葉で説明するよりも文章で書いた方がわかりやすいかな。うん。まあ普通のこと書いてあるよね。カイのしつけや食べさせちゃダメなものリストとか、お互いの家事の負担についてとか、わかりやすいよ。どう？守れそう？このくらいは大丈夫じゃない？お父さんにも読んでもらったわ。大丈夫よ。私もカイちゃんが三文安って呼ばれたくないもの。そう言ってもらえてほっとしました。お母さんもこう言ってくれてるし、同居しようかな。そんなわけで私は育休から復帰するタイミングで義両親と同居することになった。同居後1ヶ月。ただいま、お帰りなさい。お疲れ様。カイちゃん、今日もお利口さんだったわよ。ママ。ただいま、カイ。ちょうどご飯できたの。一緒に食べましょう。ありがとうございます。はあ、同居してよかった。いろいろ心配だった同居だが、実際は家事も育児も余裕ができ、とても助かっている。カイ、今日はじいじとお風呂入るか？いいんですか？孫とお風呂に入るのは夢だったんだよ。お父さん、掃除の時は仕事が忙しくて、一緒にお風呂なんて入れなかったものね。ただいま。お帰り。お帰りなさい。お、うまそう。俺もすぐ食べるわ。じゃあすぐ用意するわね。ああ、いいよ。自分でやるから。このままいい関係を続けていきたいな。だが、そうはいかなかった。半年後。ただいま。お帰り。今日は遅かったのね。あれ？今日の食事当番はお母さんだったんじゃ。そうだけど、カイのお迎えで疲れちゃって、お米は炊いたから、おかずはさきさんにお願いするわ。まさか。ちょっと、どういうことですか？こういうのは食べさせないでって言ったじゃないですか。あら、バレちゃった。別に毒でもないんだ。いいじゃないか。そうよ。さきさんちょっと神経質すぎるわ。同居の話が出た時に、こうやって大人の食べるものを勝手に食べさせないでくれって伝えましたよね。ただいまってどうしたの？空気悪いけど。お父さんとお母さんがカイにスナック菓子を食べさせてたの。そういうのやめろよな。ごめん。食べたそうにしてるからついな。あれ？晩飯まだなの？お母さん疲れちゃったから今日はさきさんにお願いしたの。先にお風呂入ってきたら？そっか、そうしようかな。ちょっと、それで終わり？え？何がじゃないわよ。お母さんたち約束破ったんだよ。だからさっきやめろって言ったでしょ？言ったけど約束を破られたのよ。母さんも父さんもカイが可愛いからやっちゃっただけだって。そんなに怒んないでよ。とりあえず風呂に入ってくるわ。あ、じゃあカイも一緒に入れてちょうだい。今日は一人でゆっくり入りたいんだけど。父さん、今日カイとお風呂に入ってよ。いや、一人で入る。子供と入るのは疲れるからいい。さきさんがカイくんをお風呂に入れてあげなさいよ。昼間は働いて母と子の交流がないんだから。私、これから晩ご飯作るんですけど、ご飯作ってからだとカイの寝る時間になっちゃうんですけど。というかそもそも今日の食事当番、お母さんでしたよね。何よ、嫌みったらしいんだから。私だって歳なんだから体調悪くなる時だってあるのよ。家族なんだからそういう時はフォローしてくれていいんじゃないの？誰よ。同居で生活が楽になるって言ったの。むしろ同居した方が仕事増えてる気がするんだけど。義両親の家事と育児の手伝いは最初の3ヶ月までで、あとはじわじわと手を出してこなくなった。今は保育園の送り迎えくらいで、自分が構えたい時だけ孫を可愛がる。あれだけダメだって言ったのに、大人と同じものを食べさせるし、おもちゃだってそんなにいらないっていうのにしょっちゅう買ってくる。しかも、口に入れられたら困るような小さなおもちゃもお構いなしにカイに渡す。はぁ。いい湯だった。ビール冷えてる？ねえ、掃除も手伝いなさいよ。何がビール冷えてるよ。こっちは仕事帰ってきてビールどころか別の仕事を押し付けられてるんだけど。そんなこと言われても文句は母さんに言ってよ。あいつ、最初はそうでもなかったけど、最近は夫や父親よりも息子が強くなってきてる。同居前は家事も育児も分担できてたのに、近頃はカイを抱っこするくらいしかしないし、家事なんて全くしない。文句を言っても逃げるし、聞きつけたお母さんがかばいに来るしで、もう最悪。このまま、夫の両親と同居することが不安で仕方ない。そんなの同居解消するしかないって。やっぱりそうだよね。でも、引っ越しとか旦那の説得とか考えると気が重くて。何言ってるの？もうそんなレベルじゃなくない？荷物まとめて子供と一緒に実家に帰るレベルだよ。その旦那の親、見てないだけでスナック菓子どころかチョコとかあげてるよ。しつけなんて面倒だから、ただ可愛がって、サキがいない間にサキの悪口を子供に吹き込んでって。私の友達でそういう子がいたのよ。今は離婚したけど、子供が甘やかされたおばあちゃん子になって、その後しつけ直すのが大変だったって。旦那もやっぱり親と住むと息子に戻っちゃうんだよね。嫁と孫がいることで親孝行してる気になって、家で偉そうにふんぞり返ってるのを見て愛が冷めたって言ってた。それ、わかる。ま、決めるのは先だけどさ、半年一緒に住んで限界って思うなら早めに行動した方がいいよ。そうだね。今の会話で目が覚めたよ。行動するのが億劫で文句しか言ってこなかった。カイのためにも私が覚悟しないと。もしもし？ 2 週間後、話があります。話って？同居して半年以上経ちましたが、当初にこちらで出したお願いがどんどんなあなあになっていって、最近では守られていないと感じてます。おい、サキ、そういうのは飯の時間じゃない時にしようよ。掃除の言う通りよ。それに別に守る必要のないことも書かれてたじゃない。そうだな。サキさんはちょっと神経質なんじゃないか？昔だったら全然問題ないことばかりだ。そうよ。逆にあれもダメ、これもダメってカイがかわいそう。まあ、でも俺もサキは気にしすぎだって思うよ。じゃあ、皆さんは今後も改善することなく生活していくってことですか？そういう言い方しないで。臨機応変ってことよ。何よ？何が臨機応変よ。あんた、一緒に住むときは孫を三文安にしたくないって言ってたよね。あんた？私に言ってるの？おもちゃだって、あれこれ買い与えるなって何度も言ってるのにやるし、しかも小さくて、貝の口に入りそうなやつまであげるでしょ？誤飲したらどうするの？そんな想像力もつかないの？家事も当番制ってあんたから言ったくせにやれ疲れてるだのなんだの。結局週に1回くらいしかやってないじゃない。おい、サキ、どうしたんだよ急にそんなこと言って。母さんは歳なんだから体調が悪い時もあるだろう？仕方ないじゃないか。そうね。それはわかってる。じゃあ聞くけど、お母さんの体調が悪い時、実の息子のあんたは何してたの？お母さんの分の家事を自分が引き受けることもしないで全部私に押し付けてただけよね。そうだっけ？あのさ、同居の前に言ったよね。息子モードにならないでねって。なってないし。どこが？最近、カイのおむつ替えした？お風呂に入れた？ご飯も食べさせてないし、寝かしつけもしないじゃない。いい加減にしないか。そういうのは母親の仕事だろ？そうよ。掃除は一家の主なのよ。家のことは妻がやるものでしょ？一家の主？掃除か？言っておきますけど、掃除の給料は私より少ないですから。そもそも掃除だけの給料で生活なんてできませんよ。なのに何をもって掃除が一家の主なんて言うんです？男だから性別だけで一家の主になれるの？今そんなこと言わなくたっていいだろう？そもそも何なんだよ。一体何が目的でそんなこと言うんだよ。目的？そりゃ、いろいろあるけど、この半年うまくやってただろう？最初の3ヶ月。いや、1ヶ月くらいは同居してよかったって思ってた。でも今は同居なんてしなきゃよかったって後悔してる。大変でも、掃除と2人で働きながら頑張ればよかった。そうしたら、私もシングルになる覚悟を決めることなかったんだし。シングルって、まさか離婚するってこと？冗談だろ？本気よ。もう、ここで生活なんてできない。私は、カイと2人でやっていく。そんなの、無理に決まってるだろ？もう決めたことよ。もう、私の実家近くにマンション借りて、そこで生活できるように、全部整えてあるの。なんて勝手な人なの？こうやって騙し討ちみたいなことをして。それを言いたいのはこっちですよ。お母さんにもお父さんにも、そして掃除にも騙されました。家族だからとか、このくらい大したことないとか、そうやって私の気持ちを踏みにじってきたくせに、そんなつもりはなかったよ。掃除はそうやって、そんなつもりはないとか、悪気はなかったって言うけど、そうやって言えば私が我慢するって最初から分かっていて言うよね。ああ。一方的に我慢を押し付けてくる人とは家族として寄り添っていけない。待って、俺も行くから。ついてこないで、大きな息子になった人とは一緒に暮らせないから。サキさん、確かにちょっとあなたに甘えてたわ。悪かったから、そうやってカッとしないで、落ち着いて話し合いましょう。話し合った先が見えないから出ていくんですよ。なんて勝手な嫁だ。出て行きたいなら出て行け。お父さん。ええ、出て行きますよ。ああ、そうだ。今後の家計は、当時さんだけの収入になるので、残ってる退職金、大事に使った方がいいですよ。なんだと？じゃあ、さようなら。そうして私は、カイを連れて新居へ向かった。掃除は結局追いかけてくることはなく、私はやっと彼への情を断ち切ることができたのだった。その後、掃除とは離婚の際に真剣で揉めたものの、同居時の義両親の危ない育児や、私に家事を丸投げしていたことなどもあり、結局、親権は私になった。俺、後悔してるんだよ。だから、もう一度チャンスをくれないか？それ、何度も言ってくるけど、だからって何もしてきてないよね。口ばかり。チャンスが欲しいなら、自分でどうしたらカイのためになるのか考えたら？そうじ、あの後もまだ親と一緒に住んでるんだよね。結局、息子モードからは抜けられないみたい。私は、実家の親に助けてもらいつつ、カイと二人で生活をしている。不便に感じることも少なくないが、逆に誰かを頼ることを期待しないで済むのは気が楽なのかもしれないと、最近思うのだった。